人間性をヒューマニティを高めたい、はい、でもう一つは3つの柱でリーダーシップを取る場合には国際貢献グローバルなリーダーシップを取れる人と起業家として企業を起こすアントプレナーとしてのリーダーシップを取れる人もう一つはパブリックサーバントとしての公的な機関でどれだけ貢献できる、その3つの分野で集中して教育しようということです。教養というのは人間性を高めるということです。それには文学、哲学、あるいは絵画、音楽、いろんな分野の教養も必要だということです。そして一番大事なのは他者との共存、自分だけが成功するんじゃないでしょうか。他者と共存して共に栄えていくということが